こんにちは広島大学救急集中治療学の三谷祐樹と申します今回は、えー、ケアネット GT さんの方で外傷診療についてお話しさせていただく機会をいただきましたので ABCD アプローチを中心にお話しさせていただければと思いますよろしくお願いしますそれでは早速レクチャーの方に行こうと思います今回の、えー、レクチャーのスライドはですね参考文献としては主に JATEC の第6版の方を参考にさせていただいています その他、参考にさせていただいている文献はこちらの通りです。それではですね、まあ、お話をさせていただくにあたって、総論ばかりを話していても面白くないので、早速、症例ベースでお話を進めていこうと思います。ではですね、こんな救急要請があったっていうのを、えー、想定してみてください、えー。20歳代の男性で意識障害ということで振り込みできました。救急隊からの情報としては、えー、乗用車走行中の単独事故で、 助手席から社外さされた患者さんです頭部の出血があって胸部打撲があるそして呼びかけでは肺ががなく全身バックボード固定で酸素10リッター投与の状態ということでしたバイタルサインの続報はこちらのような状態でした。えー、軌道がが開通していてい内から出血がありそうで呼吸数は24回酸素10リッター投与でサチュレーションは96%ハートレートは101。 血圧は104の46 JCS は3の200体温は36.5度でしたこう見るからにですね聞くからに重症そうな患者さんというのが分かっていただけるかと思うんですが、まあ、こういった患者さんがたくさん運ばれてくる救急外来の中でも外傷診療というのはですね迅速な判断が必要な患者さん背景の一つだと思います例えばですねこちらのように JCS が300ですという患者さんが来たり